新聞が来ましたね。時間はこうですね。11時はですね。ってから上がりましたけどね。こちらはねちょっと設定違うんですけど、こちらの方ですね。こちら 80% の勝率とこっち 75% なんですね。私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となっております。さてその半間岩先生がですね、試験投資ライブの1000円ずつの少額投資のテストをしております。今週のね投資事情なんですけども、インジケーターはこのようなものを使っております。非常に難しいんですけどね、ちょっと固定してたかな。これはまあ勝てそうな感じもするんですけど、あと何分かな、3分4分ぐらいありますね。まだ分かんないんですよね。ズドンと落ちる可能性がありますね。なんか最近ね、人間団体の妨害だけじゃ足んなくて宇宙生物まで入れてくるんですね。でね、あの人間たちあんまり分かんなくてね、あの脳波というかテレパシーはね似てるのは人間みたいに動くんですけど、それを動かすとみんな人間気が来るんですよ。それ得体の知れないもの生物と一緒にね仲間になってね動くっていうことはね、非常に人間たちってね、分かんない人は平気で動かすんですよね。だけど分かるか分かんないような人なんと、これを動かす人異常者ということになるんでね、いくら私に対して攻撃でね仕事妨害でやってきてもね、もうすぐですね終了まで2分18秒。厳しいところですね。今35,072円ですね。あとね、今回のは人間団体だけで力では私の上の生物のね知能生物に対抗できないからって宇宙生物をつけてきたんですけどね、攻撃でね。まあ、今回のはあの食われることはないと思うんですけどね、バクテリアみたいなもんでしょうね。
宇宙生物にそれかき集めてきたみたいですね。それ力強いんですよ。だけどね、人間じゃないのは人間全体と一緒に組むっていうことはね、それあのやばいことがあるんだよね。食われることがあるからね。分かんない人はね、生物に同じ人間だと思ってね、団体だからすごく勢力があるからと思って動かしてんだろうけども、ね、だいたい逆になるからね、後で大変なことになる。ゾンビみたいなのがいるからね、宇宙生物にはね、後で食われるからね。先生、人間団体ぐらいにしとかないとね。私のはあの上の生物だから、人間より頭のいいロボットを作ってるんで、もっと多いからね。100億人どころじゃないから。はい、帰っちゃいましたね。